どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL が国内線の減額マイルキャンペーンを発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、 JAL は国際線のね、減額マイルキャンペーンを発表いたしましたよね。ちょっとね、燃油サーチャージは高いわけなんですけども、ドーハ路線とかですね、50% オフでね、利用することができるということで、かなりね、話題になったね、この国際線の減額マイルキャンペーンなんですけども、今回はなんとですね、国内線の減額マイルキャンペーンということで、私が知る限り国内線の減額マイルキャンペーンっていうのは、まあどこかにマイルっていうのはね、ありますけれども、それ以外でね、この JAL の国内線の減額マイルキャンペーンって初めてではないんですかね。ちょっとね、知ってる方いらっしゃいましたらね、ぜひね、コメント教えていただきたいなと思うんですけれども、まあこういった形でですね、JAL がね、国内線の減額マイルキャンペーン発表いたしましたので、これはね、非常に朗報ですよね。で、今回ですね、で、このね、キャンペーンがですね、まあ行われるわけなんですけども、これね、どうなんですかね。継続的に、ね、やられるんですかね。非常にそこもね、期待したいところですよね。というのも ANA はね、毎週トクタビマイルキャンペーンっていうのをやっておりますよね。まあこういった感じでね、JAL もね、やっていただければですね、非常にね、使いやすくなるのではないのかななんていうふうに思うわけなんですけども、どうなんですかね。今回だけかもしれないんですけども、ひとまずね、今回 JAL のね、国内線の減額マイルキャンペーン来ましたので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということでこちらがね、公式サイトになっておりまして、2日間限定基本マイルから最大3000マイル引き JAL 国内線特典航空券タイムセールということで、いやね、すごいですよね。 JAL が国内線の特典航空券の、まあ、タイムセールっていう形で減額マイルキャンペーンがですね、発表されたんですよね。で、予約期間が2024年の2月の14日水曜日から2月の15日23時59分ということで、この動画が出ているのはですね、2月のね、9日に動画出てると思うんですけども、来週の水曜日からですね、こちら開始になるって言った形になるんですよね。ですので、利用されたい方は、2月の13日のね、11時30分ぐらいから、このね、JAL の公式サイトね、アクセスしていただいて、利用ね、していただければなと思います。多分ね、結構混み合うのではないかと思いますので、ぜひね、早めにチェックしていただければなと思います。で、搭乗期間がですね、2024年4月の1日から4月の25日ということで、4月のね、搭乗分の減額マイルキャンペーンっていう風になります。で、内容ですね、期間中、対象の JAL 国内線特典航空券の本タイムセール用に空きがある場合、通常より少ないマイル数でお申し込みいただけます。JAL サイトから予約申し込みのみ対象です。キャンペーンの登録は不要ですということで、まあ、重要な点がね、ここに隠されておりまして、これね、わかんないんですよ。対象の国内線特典航空券のタイムセール用の席に空きがある場合ということで、これがね、よくわかんないんですよね。このタイムセール用の空きがあるってどのぐらいあるんですかっていうところなんですけども、これ全然わかんないんですよね。で、この JAL のね、国内線の必要マイル数っていうのはですね、こちらにね、なるわけなんですけども、こういった感じでね、ダイナミックアワードみたいな感じで、まあ、基本マイル数がね、4000マイルって設定されているんですけども、まあ、空席が減っていくと、このね、プラスマイルっていうのが適用されて、必要マイル数がね、どんどん上がっていくシステムになってるんですよね。ですので、今回のキャンペーンのね、このタイムセール用に、空きがある場合のみね、今回のこのキャンペーン利用することができるっていう風になりますんで、まあ私の予想だと、まあこの基本マイルで空いているところを今回のキャンペーンで入れてくるのかななんていう風に思ってるんですけども、まあ正直ね、この基本マイルで発券できる席って非常に少ないので、まあそうなってくるとね、このタイムセール用の席っていうのはね、まあ全然ないじゃんみたいな感じになっちゃうので、まあちょっとね、ここだけはね、どのぐらい座席がね、提供されるのかは不明な部分があるわけなんですけども、タイムセール用の席に空きがある場合のみね、今回の、キャンペーンでね、必要マイル数が少なくね、利用することができるっていう風になるんですよね。で、必要マイル数ですね、1区間片道、複数席のみがね、対象っていう風になっておりまして、A ゾーンからね、G ゾーン、JAL のね、必要マイル数っていうのは設定されているわけなんですけども、まあ、これのね、必要マイル数、これが基本マイル数なんですけども、今回のキャンペーンで、まあ、こういった形でね、減額で利用することができるっていう風になるんですよね。この A ゾーンから G ゾーン、一体これがどこなのかっていう話は、ちょっとね、後で解説ね、させていただきたいなと思います。
先ほども言った通りね、普通席のみがね、利用することができるっていう風になりますんで、クラス J、ファーストクラスは対象外っていう風になります。で、期間はですね、先ほど言ったんで、こちらはいいですね。で、対象のお客様は、JAL マイレージバンク会員が対象っていう風になっておりまして、対象路線ですね、JAL グループ国内線全路線、直行料金での利用のみということで、FDA であったり、AMX だったり、ORC だったりね、こういったところのコードシェア便は対象外っていう風になりまして、またね、国際線特典航空券の国内区間も対象外っていう風になります。で、対象運賃ですね、JAL 国内線特典航空券っていう風になっておりまして、タイムセール予約申し込み方法ということで、通常 JAL の国内線特典航空券申し込み方法と同じ手順でお申し込みくださいということで、特にね、特別な、検索方法はね、必要ないわけなんですけども、まあ、検索していただくと、まあ、こういった感じでですね、これ、東京から、札幌、本来8000マイル区間になるわけなんですけど、基本マイル数でね、まあ、それが、5000マイルになってますよね。まあ、こういった感じで、利用することができるっていうふうになるんですよね。だからこのタイムセール用の席に空席がありますっていう風にね、まあなっておりますけども、だからまあ必要マイル数がまあ少なくなっているところは、このタイムセール用の席っていう感じの認識なんですかね。はい。で、この最初の2便だけね、なっておりますけども、3便目は基本のマイルになってまして、こっちはプラスになってますんで、ここは対象外になってるっていう感じですかね。まあこれがね、利用方法になりますけども、ちょっとこればっかりはね、実際に始まってみて、どんな感じでね、空席が提供されるのかっていうのはですね、まあ、わかんない部分ではあるわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、利用することができるっていう風になります。で、注意事項ということで、アクセスがね、集中されますので、セール開始の30分前から、この仮想待機室にね、案内されて、こちらね、セール開始前までにね、入れば、この0時きっかりにね、このキャンペーン始まるわけなんですけども、そこではね、抽選で、JAL サイトにね、アクセスできるっていった形になります。キャンペーンが始まった後にアクセスされた方は先着順っていう風になりますんで、まあ、利用されたい方は、セール開始前までですね、アクセスね、しといて、ください。で、特にね、エントリー等々はね、必要ございませんので、まあ、普通にね、検索していただいて、利用することができるっていう風になります。で、今回のね、必要マイル数、この A から G ゾーンはね、どこなんですかっていう話なんですけども、私の方でね、ちょっとまとめさせていただきました。これになるわけなんですけども、ちょっとね、わかりづらいので、こちらになります。まずこれが A、B ゾーンですね。基本のマイル数が、こちら4000マイルになるわけなんですけども、A ゾーンに関しては、キャンペーンマイルで3000マイルで利用することができます。で、これの対象路線が、札幌、函館、奥尻、函館、奥尻みたいな感じで、こちらにね、対象路線が記載されているっていう風になります。まあ皆さんね、利用されたいエリアね、違うと思いますので、皆さんね、ご自身でチェックね、していただければなと思います。まあスクリーンショット等々撮っていただいて、これが A、B で、これが C、D。で、EFG っていう感じになります。だから東京からね、伊丹とかだと、東京伊丹ね、本来6000マイル必要なわけなんですけども、今回のキャンペーンで東京、大阪ね、4000マイルで利用することができるっていう風になりますんで、東京、大阪ね、往復すると本来12000円かかりますけども、8000マイルで利用することができるっていう風になります。で、またね、東京から、函館とかですね、広島とか、まあ、ここら辺であれば本来7000マイルですけども、4500マイルで利用することができるっていう風になります。まあ、往復するとね、結構違いますよね。14000と9000マイルなんでね、かなり違いますよね。で、E ゾーンということで、東京であれば札幌、目満別、旭川とかね、ここら辺が対象になってまして、福岡とかもこれらに入ってくるんですね。だから東京からね、札幌行こうとした場合は、本来8000マイルのところが5000マイル、往復すると1万6000ですけども、キャンペーンで利用できれば、1万マイルで往復することができてしまうっていう風になります。かなりね、お得なキャンペーンですよね。ですので、どのぐらいね、空席が提供されるかね、非常に注目ですよね。まあ、ひとまずね、まあ、お得なことにはね、間違いございませんので、JAL マイルね、貯められている方で、国内でね、利用されたいっていう方は、ぜひね、利用していただければなと思います。はい、ということで今回ですね、JAL がね、国内線の特典航空券の減額マイルキャンペーンね、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、これがね、定期的に行われるのか、今回だけなのかっていうところもね、非常に注目ですよね。まあ、ANA はね、毎週ね、この特旅マイルキャンペーンやっておりまして、本当にお得にね、利用することができるっていう風になるんですよね。必要マイル数とね、本当に空港施設使用料はね、PSC が設定されている空港だけ、まあ、ちょっとね、お金かかる
かったりするんですけども、まあ、それ以外はね、本当にお金かからずね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、定期的にやっていただきたいのと、まあ、空席がね、どれぐらい提供されるのか、非常に注目ですね。ぜひね、利用予定の方は2月の14日0時からね、参戦していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスのおすすめがわかる PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断、はじめまして、結構ね、時間をかけて作らせていただいた、マイルクレカ診断も利用することできるようになりましたので、こちらからね、無料で利用することできますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。